どうもピオキングです。今日はいろんなコースやってきます。で今ですねめちゃめちゃ雷が鳴ってるんですよ。すごく怖い。イヤホンで実況してるんだけど落雷して耳まで感電してこないかなって私いつも思うんですよだから雷の時はいつもビクビクしながら実況やっててます。でまず始めるコース30秒騙しスピードラン。いや30秒騙しスピードランはいいんだけどタグでみんなでバトルを入れるな。ミンバドでこれが出てきたらすごい困るだろまあ僕は大歓迎ですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 3.27%。 まあ私いつも 0% 台のトロールコースをクリアしまくってますからね。 3% ぐらいのトロールコースだってちゃちゃっとクリアしていきますよ。さあ始まった。さあ開幕エンジェル花。最初レールに乗ったらいけないのかな。ジャンプしたら腹分け忘れ。いやこれさちゃんとコインの通り行っていいのかな。でここでベッド投げるんでしょだわだじゃねえんだよ。面白い。やっぱりトロールコースかけるスピードランは面白いね。あバラでもなんでもないのにただのボミスでやられるのはやめろって。じゃあベッド持っていっちゃおうか。でここでパンをシード。逃げた。スピードランかけるトロールコースって考える時間がないしテンポがめっちゃいいから絶対引っかかっちゃうわ。じゃあこれかぶっていっちゃうか。かぶっていっちゃってここでバネ乗りの。お前は邪魔。これは上手くない。戻ってくるドクロリフトを利用してるんだよ。じゃあドクロリフトが通り過ぎた後に進む。いやあのドクロリフト乗らなくちゃいけないとかあるじゃない。頭パッカーン。頭パッカーンじゃねえのよ。このコースをやってる僕の方がね頭パッカーン状態なんですよ。ゲームに集中そして喋りにも集中しなくちゃいけない。もう脳みそパンクしそうだよ。じゃあ喋るだ。はい僕今から喋りません。ここは上でいいのかい。なんだだめ一回引っかかりゃこっちのもんなのよ。ここは下に行けばいいんでねえの。でこのハテナブロックは何。全部引っかかってんじゃないなんか見る感じ全部引っかかってるような気がするけどこっからゆっくり行っていいのかな。あこれ実は上みたいな。あいやいい全然いい全然いい。でもう一回押して時間がないじゃんただ僕が今やられただけに見えただろう。ちゃんと周りを見渡してここにバーがあったのが見えたんだよな。じゃあ進めよ。いや僕ですねあのドッスンさえ抜ければゴールがあると思うんだよな。いやでも残り5秒もあるか。絶対最後になんかまだ来るだろう。このまま突っ走っていいわけないもんだ。よし最後のリフトは落ちてマグマに落とすっていう罠だったんじゃないかな。それだけかわせたっぽいねこのコースは。最高のコースありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースはこのコースバレットバラージ弾丸弾幕ということですね。でサムネを見る感じ大量の砲台が右向きに設置されてるからそっから出てくる弾に乗りながらゴールを目指せっていうコースなんじゃないかな。いやこういうコースね結構見たことあるんだけどめちゃめちゃ面白そうだからやっていきたいなと思いまして。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.84%。 まあ弾に乗るだけだからそんなに難しくないとは思うんですよ。ただ節約しながら行かないとやられるっていうコースなんじゃないかな。さあ始まった、うん、オートスクロールなのね。でこの玉にのちょちょちょ何このファイヤーバーえそんなの設置してんの。えあのファイヤーバーをかわしながらしかもこの砲弾に乗りながら行けっていう感じめちゃめちゃむずくないかそれじゃあファイヤーマンが下に来た時に僕も下に行けみたいな。ちょっと下開けておいた方がいいんじゃない。で上に行きます。あなんか右側普通にもうファイヤーマン追いついてこれないわ。じゃあこれでゴールなんじゃない。これでゴールしたらめちゃめちゃ簡単じゃないか。いけたなこれ動画化しようか悩むマジ30秒から1分ぐらいで終わったんだけどまあいいか。すごい楽しいコースでした。ありがとうございます。はいそれじゃあ作るコースはこのコース。クイズレンガを叩いて答えろ。ヒットアンサー説明文に答えの数だけレンガブロックを叩いてから P スイッチを押してね。久しぶりに頑張ってコースを作りました。サンキューフォープレイング。いやこちらこそですよ。こんな楽しそうなコースを作ってくれてありがとうございます。制作者さんはジョイマンでいいかな最近制作者さんに対して失礼なことしか言ってないって。それじゃあやっていこうか。クリア率は 13.27%。 まあこのコースはねクリア率が高めで結構簡単そうなんだけどたまにはみんなと遊べるようなコースをと思ってこのコースを選びました。だからぜひみんなも参加してみてね。左のブロックはなんで。いやこういうのってさブクブクが出ちゃうとか思うよな。トロールコースをやりすぎなんだろうね。じゃあスタート。この動画に入っていきます。こっから本番開始なんでしょう。何を数えればいいのかな。砲台の数1たす2は3でしょ。だから3回ブロックを叩けっていう感じなんかな。はてな
まあ多分そうだよね。1、2、3で、これで P スイッチを叩くと正解っていう感じなんかな。多分1回とか2回だったら下に落とされるっていう仕組みなんじゃない。多分これで合ってると思うんだよな。あ、ほらほら、クリボーが落ちてきたね。さあ、これで1問目は正解で、2問目は3×4 で12、13-7。どっち、これ放題を数えればいいのか、それともさ今の計算式を答えればいいのか。13-7は6。1、2、3、4、5、6。これでいいよね。放題の数じゃないよな。多分これでいいと思うんだけど、いや先行き不安だな。もうね、正解が分かんないのよ。まあ多分これで合ってると思う。オンオフが変えてくれたね。まあこんな調子でね、どんどん回答していきましょう。で、これは何？何を数えればいいの？7-3+3。7。やべ、バカなんかバレちまう。1、2、3、4、5、6、7。いや数学はねそんなに苦手じゃないんだけど、やっぱりさ急に出てくるとええってなっちゃうよな。多分これでいいでしょ。いいよな。違うかーい。今の何が悪かったの。絶対計算合ってたと思うんだけど。7-8か。なるほど、7-8+3だから2で大丈夫なんじゃない。くっそ紛らわしいぜあのブロック。いや3で見えなくはなくない、あのブロックさ。多分これで合ってると思うよ。何が降ってきてオンオフを変えてくれ。よーし。楽しい。これ作るのうまいね。どうやって作ってんだろうね。ここでセーブ。いやもっと難しくてもいいよ。もっと無理難題出してきてもいいぐらいだね。うわ、何これ。クリボーが3、ノコノコが4、キノコが2、クサンの4キニ、クサンの4キニ、クサンの4の4の4だから、ノコノコが4つ、1、2、3。何のよって。バカ言ってるじゃんか。もうバカなのかバレるってこれ。いつもだったらさトロールコスでわーギャーとか言ってるけど、たまには真面目のしたらバカなのかバレるって。でこれは何、クリボーが4、羽、やばい、クリボーが1、2、3、4、5で羽付きが3だったっけ、でカキボンが1だったような気がする。で羽付きが4だったよね。1、2、3、4。うわ、自信ねえな。合ってるか、頼む、合ってくれ、誰か落ちてきて。これさ、もう次に羽が出てくるっていうのが分かってるから正解した時の感動が全くないね。テストでどこが出るか知ってていい点取りましたみたいな、それと一緒じゃん。だから次こそ絶対一発で成功していきたいですね。で羽は3つでよかったよな。これが正解ですよ、当たり前だろ。さっき見たんだからさ。いやこうなっちゃうって。だから正解してやったとかなんないじゃん。じゃあ次はもっと難しいの来ていいよ。めちゃめちゃ収集するわ。キノコが5個、スターが1、2、3、4、5、6、7、8、9で、クッパクルが3つ、キーゴーキーゴースクークーさん。いや絶対これ完璧だよ。あはははは、おい、それはなしだろ。木の数なんて数えてねって。もう適当に言ってみるか。2つが6だったんじゃない。頼む、合っててよ。もうこれは奇跡で喜べるから。頼む、誰か落ちてきて。なあ、神様、神様ですよね。これは完全にやられたわ。木の数でしょ。1、2、3、4。このさ、裏のちょっともこっとした草みたいなのがあるじゃん。あれとかもここ出てくるんじゃない。1、2、3、4。いや、これでいいよな。いや、一本取られた、悔しい。これで終わりなんかな。いや、まだあると思う。中間ポイント2まだだもんね。多分この先が中間ポイント2だと思います。さあ、どうだ、中間ポイント2か。ナイス。あ、これで終わりなんかな。いや、終わりだったら終わりでいいけど、まだまだやりたいぜ。なんか悔しい。素直にゴールが喜べないんだけど。まあユーモアのある素敵なコースでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。 P スイッチを踏まなかったら即終了コース。これ珍しいよね。だいたい P スイッチ禁止コースっていうのが多いんだけど、今回は P スイッチを踏まなかったら即終了だもんね。だからコース内にある P スイッチを全部踏んでいけっていうコースなんじゃないかな。めちゃめちゃ面白い予感しかしないぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.43%。
まあ僕の予想はね、下にブロックとかあって P スイッチを連続で踏み続けなきゃ落ちてしまうっていうコースなんじゃないかな。いやワクワクするね、初めてするもんなこんなコース。じゃあドアに入っていきます。でこっからどういう感じだ、うわっうわっえこれ P スイッチ踏んだのはいいんだけど、この砲台こっちまで追いかけてこないの？こういう風に行くっていう感じなんじゃない？なんでさっき砲台止まったんだろうな。あ、また止まっちまった。あ、わかった、この鍵を手に入れてるのがもうダメなんじゃない？だから後でやられますみたいな。まあいいや、一旦この先調べておこうか。多分ダメだと思うんだよなこの先。あ、いいの？P スイッチ踏んでないけどいいの？まあこの鍵あることでどっか飛ばされるんだろうな、別の場所に。やられますみたいな。そうだろ、なんもだせめてなんか作っとってくれよ。ちゅうことは最初からダッシュしてみようか。これでドッスンたちは止まらないよな、 P スイッチがないから。ってことはドッスンたちに追いつかれたら負けっていうコースなんだろうね。いやこれめちゃめちゃ面白いね、発想が。で今度は下、矢印があるからなかなか簡単で、ここも上、しょうもねえボビーすんなって。でも最後地味に難しいんだよ、ギリギリでジャンプ。オーケーオーケー。でボム兵が、あ、ここでオンオフを変えてくれんのね。で中間ポイントが取れますみたいな。いやまだまだ全然難しくなってきてもいいね、このコースで苦しむ自分の姿が見てるんだよ何言ってんだ。さあ中間ポイントゲット。で次はどんな感じなんだろうね。また右ダッシュ。あ、今度は1個しかないのか。あ、でも全然ぬるいよ。こんなんだったら僕ちゃちゃっとクリアしてしまいますよっと。でジャンプジャンプ、あー、また上にひっついてる。ピュー、僕さ上にひっついてるピー弱いかもしんない。これいきなり現れてもなかなか対応できねえって。でピーちゃんもむずくない？ガリガリピーちゃんは鬼だって。クリア率が低い全ての理由これに持っていかれてんじゃない？でこれピーピーピーで心止まれ止まっちゃいけないんだよ。いや本当にね、こういう何かに追われるコースめちゃめちゃ好きですね。興奮で胸がムネムネしますよ。ここはピースイッチ、おほほほほほほ今2個ちゃんと押したの見えた？初めてであれは上手くないかな。でこれで終わりかな。いやもうちょっとマジで来ていいよ。うわ終わりか。まだまだ難しいコース見なかったんですけど、この鍵、あ、鍵を持ってたらこの下に落とされるっていうことだったね。いや斬新で面白いコースでした、ありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、スイッチをフリーズさせたい人用のコース。説明文に自分は10回くらいやっても本体やデータなどに異常はなかったので壊れる心配はないと思いますって書いてるんですよ。怖くないこれいやデータとか飛ぶ可能性もあるっていうことだよね。うわどうしよう、ティアキン最後の神殿行く前なのにここでデータ飛んだら僕泣くよまあその心配はないと思いますって書いてますけど、みんながやる場合は自己責任でお願いします。まあやらない方がいいと思いますけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 75%。 いやこれ本当にフリーズするのかな。僕マリオメーカーめちゃめちゃやってるんですよ。約6000時間ぐらいやっちゃおうと思うんやけど、今まで一回もそんなコース見たことがないかもしんない。ここは普通なんだな。先進んでてみようか。フリーズ You are ゲーム、あなたのゲームはフリーズするでしょうってか。この動画の先入れたくねえ壊れたらどうしよう。ちょっと先行ってみようか。先はゴール、うわもうここまで来たら入るしかないよな。じゃあ土管に入ります。でここでスイッチがフリーズするっていう感じなんじゃないかな。あれ特に何もないよ。マジで止まっちまった。いやみんなわかるかな、音楽だけ進んでるけど画面は止まってるでしょ。で何もできないみたいな。僕ね今ボタン連打とかめちゃめちゃやってるんだけどマジで止まってんだよね。うわやばくないこのコース、絶対削除版だろ大丈夫俺のスイッチっていうかこれやり直しもできないんだけど、スタートしても何もなんで、やべ俺のスイッチが壊れた助けて助けてみんな、えマジでどうしよう、これ待ってればどうにかなるんかな。ちょっと待ってってみようか。みんなこれ5分ぐらい待っちゃうけど何もなんないわ。ホームボタン押してみようか。ホームボタンは、あ、ホームボタンは効くんだ。ここで一旦やめて、そしてもう一回プレイすれば大丈夫っていう感じなんじゃない。いやセーブとか聞いちゃったらマジできついよね。終了しています、めちゃめちゃ長くない？大丈夫？データとか飛んでないよな？大丈夫だよな？大丈夫かこれ、エラーが発生したのでソフトが終了しました。え
ちょっとマリオメーカーの画面戻ってみようか。生きてたみたいです。いや本当によかった。相当焦った。何エラーが発生したのでソフトを終了しますってさ怖いことすんなって。みんなはねマジでやらない方がいいと思います。まあこういうコースもあるっていうのが知れてよかったですね。どうもご視聴ありがとうございました。二度とやるか。